タイテロ戦争に参加するため、ファーストネイビージャックを臨時に形容するトーマス・エス・ゲイツ選手機。艦首機は、艦船の選手に掲げられる所属を示す旗。民間船舶では、社器、軍艦や政府船舶では国籍を示す、国籍機を意味する。選手機を形容するためのポールは、ジャックスタッフと呼ばれる。もともと、艦船の所属を示す旗は、艦尾に形容する。 エンサインによって行われていた。17世紀にスコットランド王ジェームズ6世がイングランド王も兼ね、スコットランド王国とイングランド王国の同君連合が成立すると、両国の国旗を組み合わせたユニオンフラッグを船舶に掲揚するように命じた。しかし、君主は同一人物であってもスコットランド王国とイングランド王国は別国家であったため、所属国、 機関を示す旗は艦備に掲揚し、同君連合としての旗は艦首に掲揚することとなった。このような経緯もあり、現代の民間船舶では、船首に射機、船尾に小船機を掲げ、軍艦では艦首に艦首機、艦備に所属を示す、軍艦機を掲揚する。海上自衛隊の自衛艦においては、艦首機は国旗であり、原則、 停泊時の日中のみ掲揚される。なお、完備には自衛官機が掲揚される。海上保安庁の選定においては、戦備に国旗、選手に海上保安庁長端が掲揚される。ありがとうございます。